両号第49潜水艦は、日本海軍の潜水艦。両35型潜水艦の15番艦。1942年の昭和17年度計画により、1942年11月16日、三井玉の造船所で寄九1943年8月3日浸水。1944年5月19日に竣工し、二等潜水艦に類別。 同日、舞鶴鎮守布石となり、クレ鎮守クレ潜水船隊第33潜水隊に編入された。7月、両49は、I157、e、と共に13号電探を搭載し、試験を行った。8月15日、訓練部隊である、第6艦隊第11潜水船隊に編入。1944年11月10日、第34潜水隊に編入。 16日、旅49は、クレを出港し、ルソン島東方沖に進出。28日、高天で調音機が故障したため、紹介を中止。12月7日、クレに到着。1945年1月1日、旅49は、クレを出港し、フィリピン東方沖に進出。4日、ルソン島西方沖に移動するよう命ぜられる。12日、 伊波西北西55回地点付近で多数の護衛がついた米護衛空母に米戦艦3を発見。来撃の結果、アイダボ急戦艦1隻を撃沈したと報告したが、連合軍側に該当する艦船はない。2月1日、クレに到着。3月16日、両49はクレを出港し、同日再起に到着。十八日、再起を出港し、 南西諸島南東沖に進出。同年3月25日、沖縄方面で状況を報告したのを最後に、消息不明。アメリカ側記録では、26日午前、両49は、米第54任務部隊を発見。093に、米従巡洋艦ウィチタが、上に、戦望橋を発見。両49は、魚雷を発射したが、ウィチタは、 右天んによりこれを回避した。また、米系巡洋艦セントルイスも、巨雷の功績を発見したが、命中しなかった。両49は、爆雷攻撃を受けるが、回避に成功して離脱した。それ以降、アメリカ側記録には、両49と思われる記録がなく、艦長の高野総隊員、下乗員79名全員行方不明。4月15日。 沖縄方面で防湿と認定され、5月25日に除籍された。ありがとうございます。